そしてくれたきっとやべるべてんじゃねえべ。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 そんなこと言やっとやっけやっべやるしかねえべ。そんな記憶あっけあっちあっと、なんじゃやるしかねえわ生きる。はい、皆さんこんばんは。鴨井ゆうぞうの優しい一人ごと始まりました。イエーイ。あ、またリバウンドかかってた。まあそんなわけでですね、8月最後の放送がなんだって今日始まります。誰もね、始まりました。はい、始まりましたね。はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあそんなわけでですね、8月最後の放送は丸々一家ということで。いきなり僕の、あ、どうも、君島大輔です。あ、そうね、君島大輔ですね。もういつものメンバーでございますが、はい、メンバー、ね、2人だけど、はい、いつものメンバー、はい、ね、いつものカボレー、はい、君島大輔、コールクラックってね。ギターです、ギターのメーカーはコールクラック。そう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 、はい、なんだっけ、何な、なんだっけ、あ、モデル FL1A、 FL1A、はい、だそうです。なんか3の方がいいやつっていう話、コールクラックあんま詳しくないからな、俺な、うん、なあ、ちょっと今日はあの、うん、のんびりと行こうかなと思ってね。もう一服しながらやるっていうね。もうアイコスじゃないですか、うん、それ。あのね、うん、今日朝から大変だったじゃないですか。台風？台風。まあ結構あの降ってたね、朝ね。うん、朝9時頃の9時過ぎの9時過ぎぐらい一振りがすごかっただけで。うん、あとはなんかね。あとは通り過ぎたね、あっという間にね。みたいな、うん。なんかさ、なんだっけ、3時ぐらいまでさ、うん、ちょっと俺。警戒してたの、ぶっちゃけ。ああ、そう。俺でも昼までだったな。あ、本当。仕事してたからね。来るじゃねえかなみたいな。あったけど、うん、まあ関東に横通るからね。うん、そしたらあれれれれみたいな。あのね、でも俺は思ってたの。うん、はい、まあこんなもんだろうなと。あら、そうですか。なぜかっていうと、ああ、ゆうぞうさんどうぞ。天気図で、ああ、あの皆さんはあんまりね、台風のあればっかり映されてたから分かんなかったかもしれないですけど。ああ、台風があったら。ああ、ここら辺に日本海側に低気圧がもう一個あるんですよ。はい、はあ、これ実はちょっとね、相乗効果っていうかね、はあ、ひどくならずに済んだ理由はそこにあるかなとちょっと思いながら思ってますね。はあ、そうですか。うん、まあいろいろ言うとこう雲の流れと風がぶつかり合ったりとかするので、うん、ちょうど日本の陸地は思ったほど風が強くなかったんですよ。なるほど。内陸は、はいはい、だ沿岸だけが大変なことになってて、ただ雨は台風が上陸した後は多分台風が通り過ぎるところだけは大変なことになってると思うんですけど、うんうん、だからね、今東北は多分大変なことになってるんですけど、でももう多分あっという間にね、多分時速50キロとか70キロまで上がっちゃうんで、うん、陸地に上がった途端にね、あっという間に通り過ぎるとは思うんですけど、でも通り過ぎた爪痕はね、まあ、そこそこなんかあるでしょうね。うん、だからこれもしね、東北で見られてる方、うん、この番組を見てる方ですね、あの本当気をつけてください。まあ出ないと思うけどね。ちょっとそれ足さなきゃいい番組だった。まあまあまあ、そんなわけで関東地方は思ったほどのね、ね、影響はなく、なかったね、通り過ぎたというか、それだけでした。まあ、うん、まあそんなこともあってですね、まあはい、今日はね、台風一過って言うじゃないですか。一過って言いますね、うん、でだから午後突然青空出てきちゃったでしょ。なっちゃった ね。なのでいろいろもう夏も過ぎましたので、夏も過ぎた、もういよいよ子供たちは学校始まりましたから、学校始まりました、はい、そんなわけで、まあ、そんないろんなこと振り返ってみようじゃないか、うん、振り返ってみようじゃないか、そういうことで、まるまる一過というテーマでですね、ははなるほど、お送りしていきたいなと思います。はい、そうです、はいはい、まあそんなわけでですね、まあ、まず台風のことを言えば、はい、まあ、大したことはなかったんだけど、なかったね、うちの職場は、うん、うちだけオープンしても意味がない職場なんですよね。まあそうですよね、もうこれ僕の職業知ってる人は分かるんですけど、うんうん、まあそうだね、目の前にある会社があってこそうちが成り立つ職業をやってるんですよ、はいはい、でその会社が、うん、もう昨日の時点で休みを決めちゃったんですよ。ああ、だから
俺一人ぼっちで今日は仕事をずっとしてたの、はい、で寂しいから、うん、音楽かけようと思ったらパソコンぶっ壊れるし、あらららら、テレビつけたら台風しかやってないし、はい、まあそうだね、ね、まあいいかと思ってね、うん、今日はそんな一日を過ごしてきましたよ。そしたらそれはそれでやってるものと思って電話してくる人もいっぱいいて、あ、なんだかんだやることはでも増えて、はい、あ、来たのお客さん、うん、そうそう、あのテープ売ってくれとか、あーテープならいいよっつって、うん、来てくれれば売るよっつって、うん、売ったりね、はいはい、片や今日来るはずだった人が来なかったりね、台風で、台風でじゃないんだよね、多分忘れてんだね完全にね、うん、うん、今日来るって聞いてたんだけど、はいはい、もう来なかったり、そう来なくて、だから明日は連絡しないといかんかな、もう多分ないと思うんだよ、なるほど、渡さないともうないはずなんだよ、うんうん、そうだから多分明日は来ると思ってるんだよね、なるほどね、そうそう、まあそんなねちょっとバタバタした一日でした、はい、特に台風の影響はなかったんでしょ、だって誰、君島君、うん、君島君全くないですね、ね、もううちこもってましたよね、3時までこもってもテレビ見てました、うん、もうずっと台風、台風だな、ずっと台風だな、うん、台風だな、どうしたもんかなね感じて、まあでもね、うん、いよいよ俺だから気象予報士の資格やっぱり取ろうかなと思って予想通りだったんですよ、本当に、なるほどね、うん、うん、だこういう雲の流れだから、うん、こう、うん、ここに高気圧があるからこう動くかなみたいなのとか想像してた通りの経路をたどってるから、うん、なるほどなと思ってね、はいはい、でもあの歴史とか知らないからさ、うん、あの太平洋側から東北に上陸する台風は初めてなんだってね、はい、そうなんだ、そう気象こういうことでしょ、そうそうそう、なんていうの、なんか気象の記録取り始めて、うん、初めて太平洋側から東北に上陸した台風っていうのは初めてだそうですよ、そう、大体こう、そうだから日本を、うん、だから関東から縦断したり、もしくは、ね、中部地方から一回日本海に抜けたのがまた東北を横に行ったりとかっていうのは多いんだけど、言われてみればそうかもね、そうだからちょっと、うん、あの観測史上初めての台風だったということで、はあはあ、ただ夕方の時点でもう宮古市とか結構大変なことになってたからね、うん、ね、まあ私でしたな、そう、もうあの今回の台風は何よりも発生した時は小さかったんですよ、はいはい、日本近海で発生して、うん、ただずっと停滞して一回西へ移動したでしょ、うん、したね、あの時は上にある高気圧が強かったのね、うん、日本海側にあった高気圧が、うん、だから上に上がれずに下を停滞して西へ移動したんですよ、うん、で日本には今実は上空に中国大陸側にある高気圧 と、北海道の太平洋側にある高気圧の2つがあるんですよ、はい、だから高気圧と高気圧の間しか低気圧を通れないわけですよ、こういうことだね、そうだからこの間日本10、8号9号が、はい、あのそう縦に縦断する形で北海道に大打撃を与えたんですよ、なるほどね、そう、はあ、でその中国側の高気圧が強いために、うん、はい、10号は西へ移動したんですよ、だけど、うん、中国側からある高気圧が勢力が弱くなって、まあ、北海道側の高気圧も弱くなったんだけど、うんうんうん、その関係で今度北上してきたんですよ、これ。こう来たわけだ。そう。で、そのおかげで海の上に長い間行っただけに発達しちゃったんですよ。大きくなっちゃったんだ。そう。低気圧前にも言ったけど、うん、この法則ね、この上向きにこの指のこの向きね、うん、この向きに回転しながら上がっていくんですよ。はい。はい、ってことは上がってく低気圧、あの気圧は下の蒸気を吸い上げるんですよ。はい。ってことは海の上にずっといると大きくなるでしょ、雲がいっぱいできるでしょ、はい、うん、だからそれで台風は強くなってしまうんですね、うん、でそれが移動してきて大打撃を今与えているということなんですね、ははなんかよくわかんないけど、そうそう、まあでもなんかそのこと言ってたね、そう言ってた通りなんですよ、海でなんかこうなんか吸い取るじゃないか、そう、水蒸気をね、あの大きくなるみたいな、そう持ち上げるからね、そんなの図で見たな、そうなんです、うん、はでだからそれの向きに風の向きも矢印ついてたでしょ、俺がこれ言った形、うんうんうん、方向にわかる？渦巻いて風の予報とかやってたでしょ、やってた、うん、であの風は実はだから日本の山に当たって弱くなるもんだから、うん、あの本当なら西側が強くなるんです、普通の台風は、うん、日本海に行くから、うん、そうすると台風からの空気じゃなくて海の空気を吸い上げる西側が強くなるんだけど、はい、今回のは逆に太平洋側から上がってきてるから、まあ逆に来たよね、北側が、うん、あの大変なことになってるんです、なるほど、
だから大変あの台風の行く進路上が一番大変なことになってるっていうね、まあそんなあの台風だったんですね今回ね。ははい、はい、誰も来てない、ね、来てない、うん、まあいいでしょう、まあ、ね、チャットの方もやってますから、ね、でもね見てる人はいっぱいいっかんね、残り見てはいるんだよ、見てる人いっぱいいるよ、山ほどいる、あ80万人の方が、うん、そうで、ね、それでまあ台風一過ということもあるんですが、はいはい、我々先日日曜日になんだっけニューヨークスタイルループというところですね、ライブをやってきたわけですよ。あれそれももう俺もね、うん、今回久しぶりにまた練習したから指の先が硬くなるぐらい、ね、ちゃんとやったんですけど、はい、なのにどうでした鴨さん的には今回はほらいつもはあそこは音響でしか参加してなかったじゃないですか、うん、まあそうだね。で今回はM 先生の、ねね、リクエストのがあったおかげで、はい、僕が歌う機会をいただきまして、そうですね、ありがとうございました。こちらこそ勉強いただきまして勉強になりました。いやいや勉強だなんてそんなそんなありっぱなしの本当ありがとうございます。そんなそんな音響から音響の方も、ね、演奏まで本当両方やっていただいて、はい、一番大変だったと思いますけど、そう大変なんですよ。だから、うん、本当は音響のところで歌いたかったんですけど、なんかさリハの時さちゃんと音響のところでやったじゃないですか。そうすごいやりやすかったの自分で、ね、女性でしたから、ね、なのに始まってみたらギターの音でかくて俺の中で、ああ本番、うん、そうでもなかったけど、ね、そうでもなかった。外と中がやっぱりあれかな、反響するからかな、反響するからでかい感じだね、うん、でなんかもうちょっと俺のイメージでね、あの曲はもっとギターがかすかに聞こえるぐらいでやりたかった、ね、どの曲だろう、うん、全部の曲、あほぼ全部の曲、はいはい、だったんだけ ど、 なるほど、思いのほかギターが表に出てて、うん、バランス的にはそんな悪くなかったけどね、うん、だから俺あそこの前で最初リハやった時の音量はすごく良かったの、うん、あれ良かったね。あそこでやった時はすごくやりやすかったの、うん、なんであれステージに上がったの。あれは良平くんが悪いの。なんで良平くんが、はあ、今日だってカモンさんの歌を聴きに来てくれるって言ってる人がいるんだから、メインだからこっちでやってくださいって言ってめんどくせえやつだな。そうで、あの人俺の、うん、俺が座ってた椅子を一回持ってこうとして、うん、あ違うこっちにありますっつって椅子用意されて、うん、であっち移動になって、そんなことが、良平くんが珍しく、うん、何、あこのハープ動かしてくださいっつってお願いしに行ったの良平くんが、なんか珍しいじゃん、あいつそういう動きしないじゃん、あいつなんだよ行動的だな、そうだからね、普段何もしねえくせに。そうだからね、あの時ばっかりはね、うん、じゃあこっちで歌うしかないかと思って、うん、急遽移動してギターベローンってやって、うん、行って俺こう音調整して、うん、こんぐらいかなと思ってやったら、うん、戻ったらやっぱり音大きくて、だからもうこっちで絞ったんだけど、うん、なんかさね、あどうしようみたいな感じだったよこっちからしたら、うん、そうそう、え、あれなんかやった方がいいけどわかんないしみたいな、あらと思って、もういいか、うん、と思って、うん、もうそれで演奏しました、はい、で今日はその映像を1曲だけ、はい、誰も俺のも、おお、君っちょのも君っちょももちろん出演したんで、ありがとうございます、鳥でしたから、はい、1曲ずつを今日は用意したので、ありがとうございます、ぜひどんな雰囲気でやってたのかっていうのだけでもね、そうだね、見ていただこうかなと思って、なお店の雰囲気もね良かったし、まあ、俺はカバーしかやってないから人の曲なんですけど、でも多分みんな知らない曲だから、まあね、それはそれで、まあ、言われなきゃ誰の歌だか分かんないよね、分かんないよね、うん、カモンさんがやるカバー曲ってさ、そうだから、うん、いいかなと思って用意はしてみたんだけど、どうだったんですかカモンさん的な本番、これの中でね、なんかね何演奏したか覚えてないぐらい緊張してたなんだろう、森屋の方が緊張しなかった、場所の問題なんじゃない、場所の問題かな、まあ、あると思うけどね、あれまたシーンとしてたからね、森屋は割とみんなプラ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 してる感じでやるから、まあ、確かに、まあ、プラプラしてるんだけど、それに比べて、いやいや、そんな感じあるじゃん、まああるある、そうだけど自由にしてるね、そうループの場合はみんなもうしっかり座って、はいどうぞみたいな空気感が俺の中ではすごい、今回なんかあったよねそういうのが、そういう空気あったよね、なんかさなんつピシーンとこうとした空気あったよね、あったね、あれ俺が悪いんかな、いやそんなことないよね、初めからそうだったもんね、うん、そんなことはないと思うんだよ、そうそう、俺ステージ上がった時にさ、うん、みんなこの空気でよくやれたなと思ってさ、あれだからハープのせいかなハープがこう空気感変えたのかな、うん、ちょっとチャペルにいるような空気感に、なんだろう、ね、音を立てちゃいけないみたいな、うん、そういう雰囲気あったよね、ね、喋っちゃいけないみたいな、そう、いや、なんかこれ、それは喋っても反応ねえみたいなね、わ、うん、かるわかる、ね、分かる分かる、うん、まあまあちょっと後でねそんな映像も流したいなと思っております、うん、
どうですか、どうだったんですか、ライブ実際全体的に、はい、俺はまあ俺がまあさ出演者も呼ん、うん、まあ俺が呼んでさ、うん、で順番も俺が決めたから、うん、あのなんだろう、まあ、全部通して全面通してみたらば、うん、俺はバランスが今までで一番芯のある感じがあったと思うけどね。それでも多分さ、うん、一番最初の人が愛っていうテーマを決めたからじゃないかなと思うんだよね。でもあれさ、愛って言ったからさ、なんとなくみんなさ、愛って、まあ、用意してきた曲だけど、MC の間に愛が入って、なんかまとまってた感じだったよね。俺ね、これ上がった時に言わないとなんかね、いけない空気感できてたよね。あれを言わないと和まないなって思ったら、あれ俺見直したらそんなに強くは押してないんだよ、うん、だけど、うん、その次にアンジョー君が言っちゃって、ヤシロさんも、ね、ヤシロさんも言ったから、もう、もうこれセブンノーツも言ってね、緊張も行かないといけないのかなみたいな空気になったなと思って、ね、うん、ちょっとそこだけ面白いなと思ってた。俺はでもね、うん、もうアンジョー君って一番最後だったんですよ、呼ぶんだの、うん、でヤシロさんはちょっと絡み、なんだろう、最近ね、こう絡んでもないし、うん、歌も聴きたかったからね、うん、の方を呼んだらすぐ2つ返事を OK くれてですけど、うん、でその誰呼ぶかってなった時に八代さん呼んだら、うん、やっぱりそのまあわかんない、そのクオリティっていうか、うん、呼びたいじゃん、わ、うん、かります言ってること、うん、なんでそれですっごい悩んで、うん、でなんかこの俺八代さんと対バンで俺でいいのって思った、しかも安城くんだしと思って。あ、そう、いや君ちょっとセブンノーツをバカにしてるわけじゃないよ、うん、けど、はい、なんかやりやすいじゃん、もう分かってる、まあまあね、仲いいし、だけど安城くんの音楽が入るところに俺、うん、っていう感じがすごくあって、だってもう決まってたじゃん、だって、まあ、決まってたんだけど、うん、安城くんって言われた時にわー、うん、マジか、でもトップバッターでよかったと思ったけど、うん、あ、そう、うん、安城くんの後の方がやりにくいだろうなと、いや八代さんでよかったと思ってたから。あ、なるほど、八代さんはもう八代さんの空気作れるから、うん、ね、俺あの後やったら多分みんなお客さん一回外でタバコ吸いに行って、うん、そんなことはないと思うけどね、あ、順番も悩んだけどね、うん、まあセブンノーズ3時以降にしてくれって前もって言ってたからね、もう後半、ね、まあ、そこしかねえだろうってなってさ、だから八代さんと安城君をどっちに先にするかっていうのすごい悩んで、うん、いや、いいんじゃない、あの順番でよかったと思う、結果俺もよかったと思うけどね、うん、よかったよかった、なんかこうさ、カモンさんもそうだけど、うん、と安城くんでちょっとこう、そう、あの しっとりした感じの空気感ね、来て、うん、でさあ、八代さんでちょっとこうガラリと変わった、ガラリと変わったね、方向が良かった、うん、ね、すげえいいライブしたよね、いいライブしてたね、八代さんね。今日八代さんも流そうと思ったんだけど、許可も取ってないからやめようと思って、すごいなんかベテラン集ですよね、いや本当、あの人やっぱすげえなと思ってさ、あの人やっぱギターうめえなと思って、ね、分かったね、俺同じギター使ってんだけど俺ね、しかも生音を取って、うん、あれだけ綺麗な弾き方で音しっかりしてて、うん、いやすげえわと思って、あれはね、なんかなんだろう、まあ、ずっとさ、俺10年前もう付き合って10年なんですよ、関わってて、うんうん、あのやっぱ改めて見て、うん、あ、この人はずっとこうでいてくれてる、すごい嬉しいなと思いましたね、ずっとあの人ソロの時ピックアップ使わないよね、昔使ってた。使ってたっけ、うん、昔俺が会った時にはもうなんか生ギターだった気がする、ね、うん、あ、そう、一回結構高いやつ使ってたよ、あ、本当、あのピックアップがビラージュに行った時ってもう生じゃなかった、うん、あの時ピックアップ使ってたっけ、ピックアップ繋いで、でも元からついてたけど、あ、そうか、でちゃんとエフェクター繋いでやってたけど、うん、なんかね、いきなり使うのやめたんですよ、あの人、生の響きは良かったんだな、なんか分かった、うん、でも生の響きのいいギターだなって思う、うん、やっぱりあれね、指弾きがなんか増えたのかな、うん、なんかとか、なんかね、曲調が変わった気がする、うん、なんかこう優しい歌になったというか、八代さんともっと話したかったな、うん、多分、うん、俺もここで練習してて思うけど、うん、生音がそのまま出せたらいいなって、まあこれ割と生音に近い音出るけど、ね、うん、やっぱりね、あれだけギターの音でかくしちゃったらダメで、うんうん、あの多分生音の方がいいっていうのを感じてんだろうなと思ってさ、うん、なんかなんだろうね、ギターのさ、うん、その弾き方とかさ、うん、曲調とか音色となんかボーカルがすげえ合ってたなって思うからし、うん、ね、なんか良かった、いい音出してくれるよね、良かった、本当呼んで良かったっていうか、見れてなんか、ね、改めて良かったっすね、かった、ずっとなんかエレキギターしか見てなかったし、ね、ずっとね、最近エレキだったからね、そうそうそう、チャボでしかね、そうやってないからね、いやこれいいもん見たな、いやでも俺も今度エレキギターにしようかな、ソロなんで
あの俺の大好きな曽我部さんが最近ソロでエレキなんですよ。ああ、斎藤和義もたまにエレキギターでソロやるよね。柴田さんもソロで。桑田佳祐もソロやったりするしね。音作り大変なんじゃない？でも見てたらアンプに直でラインつなぎなんだよ。あ、だからもうほぼアンプの原因調整だけしかしてなくて。あ、なるほどね。ああ、もう面白いなと思って。逆にそのエレキの生音が、いい感じになってるなと思ってさ、そう、そっか。でも山崎まさよしもやってたもんな、それな、すげえよかったしな。いいんじゃないですか。ね、ちょっとなんか一個買おうかな。ゾウさんじゃなくてさ、あ、いいやつを、そこそこの、いいやつを、そこそこのやつを、何を買えばいいんだろうね。テレキャストかの方がいいじゃない。あ、そうなんか、やっぱり、ね、みんな大体でも生でやってる時、あ、そうだよね。ぐらいがいいんじゃないかな、ね、癖がないし。ね、うん、今度楽器屋さん行ってちょっとやってみようかな。聞いてみよう。ちょっとつないでいいですか。いいですかみたいな。うん、あ、いいねなんつってね。わかんないけど。ちょっと弾いてみてね。うんうん。まあいいんじゃないですか。うんうん。何の話だっけ。あ、八代さんが良かった、ね。そうそうそう、八代さん良かったね。良かったね。でセブンノーツ、ね。セブンノーツ、ね、セブンノーツはさ、うん、なんかね、うん、なんだろう、すごい良かったね。安定感が出てきたかな。なんかさ、慣れてきたなって感じした。うん、そうだね。すごく、うん、で、なんか特に思ったけど、うん、良平くんのさ、ギターの良平くんの、うん、なんか技術というか、うん、なんか聞かせ方がなんか上手くなった気がした、うん、俺はすごく。そしてちゃんと初めから足組んでたからね。組んでたね。ね。高さがなんか違うなみたいな。高さとかちゃんと合ってたしね。うん、で、あのラップがなかなか良かったですよね。良かったね。そうそう、ループのあのマスターが ね、マスターね、ラップを入れて、そうそう、うん、5周年記念で作った曲ね。もともとなんかラップとかなんかやったらしいですよね、あれね、DJ みたいな。なんか結構やってたみたい、うん、聞いたら、ね、うん、緊張しなかったのって言ったら、うん、いや、全然つってたけど、ね、楽しそうでしたね、のびのびと、ね、やつら2人に、俺あそこでラップやれって言ったら絶対無理だわ。いや、要素ないでしょ、その要素が、要素ないじゃん。あ、俺今度ラップの曲やろうかな、うん、練習して。何？学 MC っていう人の曲。あ、なんかいたね、そういう人。明日のイエス、明日のノー、明日のイエス、イエス、ね、イエスっていうあれいいよね。昨日の、あ、違う、昨日のオーの、昨日のノー、明日のイエスだ、うん、明日のイエス、イエスってやつでしょ、ね、そう、俺イエスって言うよ。あれいいな、うん、あれやりたいな、うんうん、この間なんすか、俺が行った AP バンクフェスで学 MC はあれを、うん、アコギでやったんですよ。まあアコギってまあバンドもいたからあれだけど、あれバックバンドでカバーしてたよね。やってる人、うんうん、で、うん、原曲の方がもっとアップテンポなんだよね、うん、でバンクバンドの方が少しテンポは少しゆっくりめの、あの曲になってるんだけど、うん、あのバンクバンドぐらいのスピードだったら、うん、練習したらいけそうかなと思ってさ、うん、ね、でもアコギがどう弾いていいかっていうのはすげえ難しい。普通ストロークでいいんじゃないですか。いいのかな、うん、でちょっとなんかこう、うん、A メロとか B メロちょっとミュートさせながら弾いたら、うん、ミュートミュート、うん、できると思う。俺できると思うよ。できかな。できると思うけどね、うん、ね、まあそんなことね。ああ、ジョーカーこんばんなっすー。寂しかったぜ、た待ってたぜ。チャットに来る人待ってたぜ。誰もいなかったからね。ね、あのーまあその前の週はね、うん、ミュージックコンプレッション、コンプレッションね、お疲れ様でした、お疲れ様でした。で、うん、今着々と、はい、3バンド分、高画質でアップしたし終わったとこ。あ、 YouTube 上がってたね。 YouTube にアップしてます、うん、ちょっと見たよ。そう、うん、ガライアまで終わったね。ありましたね。次が問題で、はあ、次がお持ち帰りマイク、お持ち帰りマイク、はあ、マイク、うん、上げていいの。だからあれ上げていいのかどうかわかんないから、ああ、確認した方がいいね。一応作って限定公開でジョーカーにだけ送って、うん、でジョーカーの方で公開していいか。あれツアーでやってるネタって、いや、ネタっちゃネタだから、ああ、それを上げちゃうのもどうかって感じだよね。だからそれを確認取ってから公開にしようと思ってるんですけどね、まあまあそんな、うん、あとはその後に明日も日曜、うんうん、エイプス、エイプス、エイプスも非公開で。なるほど。ね、で山吹はもうダーンダーンダーン、いや山吹みたいな。で後でジョーカーにはこれを DVD にしてあげようと思ってます、うんうんうん、DVD でいいのかな。 DVD でいいか、うん、
ジョーカーの家ブルーレイ見れるかな。どうなんですか、ね、ブルーレイの方が画質そのままかなり綺麗で見れるんだけど、画質、うん、ブルーレイプレイヤーがあれば、うん、ブルーレイで焼きます。はい、なるほどね。なければ二層式でいきます。 DVD の二層式で、うんうん、8.4 かな、ギガヘルツね、うん、ギガヘルツ、ギガバイトだな。ヘルツってヘルツって何、電波か、電波かまあまあそんなわけで、まあね、まあ、全国8000万人の皆さんが見てくれているので、はい、俺の動画から一回流そうか。そうだね、まあ、まずこんな感じから始まったよって、ね、本当ね、はい、すげえ緊張してます。あれさ、うん、伝わったよ。ね、緊張感。緊張感かなり伝わると思うんですけど。カモンさんってなんかさ、うん、DVD 規模だって。DVD で作った。なるほど、うん。あれだよね。なんか会場によって波があるよね、やっぱね。ね、だから俺多分2回目は平気だと思う。ループもう一回出してくれんだったら大丈夫だと思う、ね、次は。あ、こういう空気感かっていう感覚があるから。みんなみたいにそんなバカず踏んでないからさ。いやいや、何を言ってんすか。うもう、うん、何、月に3回やってるでしょ。もう月に3回はここ2、3ヶ月の話でしょ。やってるよね、うん、もう だけどほら同じ場所が多いじゃん。いや関係ないよ、同じ場所森屋ばっかりやで俺まあ身内的なね。そうそう、森屋、森屋ばっかりやからね、うん、まあそう、ね、なんで、まあ、その緊張感も、うん、見ていただければと思います、はい、かなりしっとり歌ってるつもりなので、うん、つもり。そうで俺口笛かなり震えてたんだけど、聞いたら案外そんなに震えてない、そこそこ割と吹けてた感じだったね、うん、これ口笛入ってるんですよ俺、うん、でその口笛もよかったらよく聞いてあげてください。はい、じゃあ僕 の, あのカバー曲です、うん、誰の、曽我部圭一さんっていう方のおかえりっていう曲を演奏したので、おかえり、カモン雄三が歌うおかえりを聴いてください。おかえり、どうぞ。君が待っているから、今日は早く帰ろう、裸になって濡れて一緒にお風呂に入ろう。君が待っているから、どんなに遠くに行っても君の声がすればすぐに気づく、わかる、どこに行っても今日はちょっとだけ悲しいこともあったけど、だけど最後はこう思う、待っているから、今日は早く帰ろう。ちょっとだけ
しいこともあったけど、だけど最後はこう思う。君が待っているから、今日は早く帰ろう。 You are my honey, You are my holy angel, Stand by me, Stand by me。はい、というわけで聞いていただきましたのは、私が歌ってたおかえりという、おかえり、ね、口笛俺上手じゃんね。うまかった ね、うん、あれ、うん、どうなったんだろう。本当は前にいたら、あの口笛のとこだけも自分でやろうと思ってたのリバーブとか、ちょっとこう上げようかみたいな、そう、音を上げようかなと思ってたんだけど、思ったよりもマイクに音が入ってて、うん、あ、そう、マイクって言えばさ、なんだい、今回全部ワイヤレスでやったんですよ。やってましたね。そうだけどさ、うん、よかったよね。すげえいい音してた。なんかさ、ね、なんだろう、遜色はなかったよね。もっとなんか、正直言っていい、薄くなるかなと思ったけど、拾う範囲は狭いのよ、あのマイクって、若干、うん、だけど、まあみんな大体ね、手持ちの人と、うん、弾くだけの人と、うん、でもう慣れてる人とばっかりだったから、うん、で声でかい人とね、うん、だから、うん、まあ、そこでいけるかなと思ったら、うん、全然問題なく、うん、なんなら俺あれ、音つくんのゴッパチよりも癖なくていいかもしれない。やりやすい。そう、ゴッパチって俺の中では少しこもる感じがするんですよ、はいはい、だから男性が歌う時ってハイをちょっと上げてるんですよ俺、うんうんうん、だけどあのマイクって割とスッと入る、スッと入るから、かえって上を切ったりとかした方がなんか普段の音っぽい感じがしたりするぐらい、高いところがすごいよく拾ってるというかね、自然な感じはしたよね。よかったよね、うん、よかったよ、あのマイクね。なんかさ、もっとノイズ入るのかなと思ったけど全然入ってなかったね。ラインで撮ってるのと変わんなかったよね。全然普通に入ったし、しかもだって無線機俺のこっちのスピーカーの上に置いてあったから ね、うん、ね。そう、それで全然あれだけ拾えてるからね、うん、だからあのぐらいのキャパとか広さだったら全然使わない、ワイヤレスがいいなと思って、もっとなんかサーッと入るのかなとか、サーッとかね、音大きくしてもそれ ね、 拾わなかったから ね、 ね、かえって八代さんの生音を拾うゴッパチの方が、うん、サーッて音入ってたんじゃないかみたいなね、うん、だから、うん、あれいいなと思ってね。あれよかった、便利だったね、うん、なんかすごいステージすっきりしてたね。そう、すっきりしてた、ラインが少なくてよかった、ね、うん、だから今の映像見てもすっきりしてるよ ね、 してるよね。変にいっぱいコードがなくていいよね、うんうん、あ、俺が音響やるときは多分あのワイヤレス結構使っていくと思います。はい、いいじゃん、片付くもね。そうそう、ラインね、出さなくて済むからさ、うん、その分よかったと思う、あれは。そう、うん、で、あとさ、9月の25日にさ、はい、やる、それ俺の誕生日なんだけど。そう、まあだから君っちゃんはどうでもさ、はいはいはい、参加する人がいるんだったら、ちょっと借りてこようかなと思ってるんだけど。石のステージ、石のステージ、あー、寒くなる前ね。そう、公開生練習その前の週はなんとそこでジャズフェスが開かれてるからね先週も騒がしかったのに今週もかよみたいなね、うん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 、感じで。なるほど、まあ空いてればちょっと借りてこようかなと思うね。アメフト場合はやらないって言っておけば、うん、まあそうだよね、そう、お金かかんないらしいんで、うん、そう、だからちょっと借りてこようかなと思ってるんで、もうやる分にはいいんじゃないですか ね、 ね、1人参加費1000円で、ね、セブンノーツがなんかやりたい、セブンノーツやりたいやりたいって言ったけど ね、あいつらやりたいやりたい言う割にはね、人任せなんだよ。そうなんだよ、ほんと。あ、良平君さ、なんだっけ、レイナちゃんだっけ、うん、レイナちゃんでいいんだっけ、なんだっけ、エリナちゃんじゃない、エリナちゃんか、エリナちゃん、エリナちゃんか、エリナちゃん、エリナちゃんで当たり、当たり、あ、エリナちゃんで当たりか、うん、
本名違うんだよね。違う。確かね、エリなんだっけ。違うよね。まあ、エリなんじゃなかったよね。うん、そうどっちだからなんか2つ目あってね、うん、なんだかはっきりと覚えられないんだけど、うん、そうエリナちゃんがやりたいって言うんですよね。あ、やりたいですみたいな、ね、感じでさ ね。まあでも、うん、あれだけ広いところであれだけ爆音出してやれると気持ちが気持ちいいんだよね。まあその練習じゃないけどそういうのも全然いいよね。いいと思うし、良平君近所だしな、いいんじゃないかな。そうだね、うん、近いもんね、うん、仕事前に歌っていいかっていうね、ちょっと練習して、ね、ちょっとやってくるわみたいな、ね、いいんじゃないですか。まあちょっと25日、うん、今のところも空いてるんで、僕の誕生日ですかっていう。そうね、君ちの誕生日ね。ありがとうございます、はい、お誕生日にハッピーバースデーあそこで歌うからみんなで。いなかったらどうするの。いなくても歌う。いなくてもやって。いなくても歌う。まあまあ、うん、そんなあの僕の演奏を聴いていただきましたが、はい、次はよかったですね。はい、何すか、君島大輔君の映像続けていく。続けて見てもらいましょうよ。どうせですから。ありがとうございます、はい、うん、あの俺の歌の後にお耳直し。いや、そんなことないです。聞いていただいて。あのさ、はい、今回、うん、これね、僕ずっと聞いてたんですけど、うん、あのちょっとカモンさんが入ってさ、うん、安城君来て、うん、でちょっと緊張したんですよ、僕。なんで？なんかね、あのちょっといい感じの、いい流れだなと思って。ああ、そう。で、うん、ヤッシー来たじゃないですか、僕らのヤッシーが、うん。めちゃくちゃいいライブしたんですよ、あの人。うん、いや、よかったね。よかったでしょ。うん、よかったと同時に、うん、焦った。俺分かんなかったのは、うん、なんで八代家の子供は、うん、八代さんの歌を聴いて爆笑してたのかが分かんなかったね。分かんないね、あれね。すっげえ爆笑してたじゃん、2曲目ぐらいで。なんかあったんじゃないですか。でもさ、あの、うん、なんだっけ、汽車の歌かなんか歌ってたよね。あったね。あれかな、うん、子供の中ではなんか受ける何かあったのかな、あの曲。あとか俺はね、八代さんね、うん、なんだっけ、あれソーダスイートサルビアっていう歌があるね。あれも僕好きで、あれいいね。なんかちょっと昔の歌なんだけど、ヤシはファーストアルバムに入ってるやつなんですよ。もう10年以上前のやつ入ってて、すっげえ好きだよね、うん、あれ聴けてよかった。俺そこのカバーしちゃうみたいな、むずい。あ、ちょっと難しいけどね、あれはちょっとやってみたいね。ね、うん、まあまあまあ、そんなあれだからね、はい、あのまあ本当はちょっとやるつもりじゃなかったんだけど、うん、あの八代家がこう総出で来たんで、ちょっと家族にまつわる歌をやりたくてね、はい、あのうちの親父 に作った歌をちょっとやらさせていただきました、はい、あの正しき背中っていう歌を聴いてください、はい、どうぞ。いいものはいい、悪いものは悪い、時に優しく時に厳しく時にぎこちなく教えてくれた自問自答さえ後回しにして、気遣ってたの。
われた。げんこつの跡がつくのは大人になったことでやっとその痛みの意味に気づいたから、血のつながりよりも深く、その背中と拳の中に確かな愛が詰まっていた。男の強さが何なのか教えてくれたその背中、言葉数が足りなくたってそこには愛が詰まっていた。強がりばかり先を知って寂しそうに手に抜くりして、伝えたい思いはこんな単純な一言なのに、伝えたい思いはこんな単純なありがとうなのに。はい、そんなわけで、映像が映ってない、来ました、聞いていただきました、ありがとうございます。正しき背中でした、中に心、そうそう、ね、うちの親父ただおって言うんですけど、はい、そのただっていう字が ね、中の中の中心蔵の中を ね、 そうね、正しき背中っていうのを使って、はい、聞いていただきました、ありがとうございます。いや、いい歌だった、ね、った、いい歌だった、いい歌、ね、いやびっくりだね、何が、はい、結局俺がほら、うん、オープニング見た、来てくれた方は、はあ、俺の MC で、うん、君っちょが家族愛を結構歌ってる曲が多いんですよ、まあ 2,3 曲ありますね、そうそうそう、はい、で、うん、あのそれにちなんで話をしようと思ったんだけど、もう緊張しててもいいやと思って歌いに行っちゃってるんですけど、はい、でも言ってたね、そんなことね、そうそうそう、君っちょがねよくその愛、うん、家族のことを結構ね、うん、歌にしてるから、はいはい、で俺もこのその愛をテーマに今回ね24時間テレビの日と同じだったんで愛をテーマに曲を選曲したんですよ、はい、そしたら結局同じ人の同じアルバムの中に入ってる曲を全部、うん、あの用意したんですよ今回の曲って。ああ、そうですか。そう、あの曽我部圭一さんのケイちゃんっていう弾き語りだけのアルバムがあるんですけど、うん、そう、そこの中から曲を選んで、うん、今回演奏したんですけど、はい、そしたら割と家族、あの曽我部圭一さんもね割と子供の歌とか作ってるんですよ、子供の名前そのまま使ったりして、うん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 、でだから割と曲がね家族を愛をすごく象徴している曲が多くて、うん、でそこの中でもさっき流したおかえりっていうのは、うん、今日は早く帰ろう君が待ってるからっていうようなね、うんうんうん、歌詞がずっとサビで出てくるんだけど、はい、そう、それあこれ、うん、そうだよなと思って、人を助けるということも愛だろうけども、うん、家族を愛することも、まあ、まず一つの愛なのかなと思って、うんうん、一番身近に感じられる愛ってそこかなと思って、うん、もうジョーカーなんか子供生まれたからもう超家族愛半端ないでしょ多分ね、うんうん、そうだからそこかなと思って、はい、うん、でちょっと今回はね、うん、愛をテーマに曲を用意したんだけど、でも俺今回の曲はまた別のライブでもやりたいなって思う曲ばっかりだったんですよ。なんか一曲一曲いい歌だったよね。ね、うん、よかったよね、うん、パリとかねニューヨークなのにパリに、そうニューヨークスタイルループなのにパリとはこれ君はパリに行ったことがあるかいって歌ってたんだよね歌ってたとっても素敵なところさって歌ってんだけどね、うんうん、パリとはこれいかに、そうそう、割と今回の曲ってどれも歌い出しが俺の普段喋ってる声と違う声で入りやすい曲が多くて、おうだから、うん、なんか言ってたじゃんみんな歌い出すと可愛い声だって、そうだね、そうだから、うん、あえて逆にそういう
感じになる曲ばっかりだったのはだったんですよ。可愛い感じ、うん、押してきた。そう、あの最後にほらマイミフィーがさ、はい、あマイミフィーって言っていいか。ああ、いいんじゃないですか。そう、マイミフィーがさ、はい、この曲いいって言ってたさ、あのあの線香花火っていう曲も、うん、夏の夜線香花火声が変わるんだよね。はいはいはい、ね、あのそちょっと高いとこがさ、そうそう、君の胸照らす明かり、なんかあざといね今のね、そんな感じの曲が多くて、ねえ、ね、ってあざといね、なんかそう、これ、うん、こういう、こう、まあでもこういう風に言ったら、でも似合うよね、すごくその声、カモさんの声質とかに、ね、似合っていいと思うよ。だから多分俺はこういう方の曲なのかな、うん、だってこれでガツガツさ、ね、ガリガリね、マイナー系で行くのは誰で、やるのは誰でとか言ったらねいや、バカにしてるわけじゃないからね、うん、俺はなってもう富士山のライブも行ってるからね、まあ、からね、そのさ、もう二度と行かないけどね人が新しいね、もう富士山のライブはまたあっても絶対行かないけどね、もうやっぱそう、カモさんの歌で、うん、そのマイナー系のゴリゴリのやつとか力強いやつは、うん、あんまり聞きたくない俺は。そうね、うん、多分合わないよね。そうそう、まあいい選曲というか、う、選び方がやっぱうまいよね、カモさんは。そういうところ、そう、自分がだいたい歌いやすいっていうかね、うん、歌いやすいところ、好きなところがそういうところだからね、うまいよね、そういうのもね、うん、だからさ、今ほら進行中の企画があるじゃないですか、ちょっとなんかバンドでなんかやろうかみたいな、 あるね、だいたい今うん、やってますよ。いい感じにまとまってきましたよ。マジですか。はい、そろほどほど、そうそう、まだメロディー、うん、あれですけど、うまい感じにまとまってきたんで、そうそろそろ、もしね、アレンジがクラシカルな感じにいけるんだったら、はい、クラシカル、クラシカルな感じにしていただけるといいなと思ってるんですよね。ああ、なるほど。要は、うん、うん、とあんまりこう音をいっぱいっていうよりは、はい、もうなんかなんていうの、うん、とシンプルな、ああ、もうなんかさ、うん、あのカモさん大体さ、うん、そんな感じね、こういう感じがさ、そんな感じが多いでしょ。多いね。だからなんかこういう系でいけたら、うん、なんか、うん、いいよなと思って思ってますけどね。はい、はい、だからもしあれなら、はい、ちょっとあの80年代70年代80年代 あのみんなが髪を伸ばしてたような時代の雰囲気のヒッピーみたいな、そうそうそう、あんな感じのアレンジしていただけるといいなと思っててそういう要素ないでしょ。あの少しみんな、あの音に、うん、音がかすれてる感じあのテープが傷んでる感じ、あ、うん、あんまそのまあね、ここでうちうちの話だからあんま分からないと思うけど、うんね、うん、まあそのね、カモンさんの曲っていう歌、いつも歌ってる曲ってさ、うん、統一性としてさ、そうなんだね、なんかこうなんだろう、可愛くて、うん、まあ聞きやすい、うん、耳触りのいい感じがあるじゃないですか。そうね、なんかそういうところを押していこうかなと思ってますけどね、うん、この間のもでもそっか、うん、守谷でやったさ、うん、あの僕たちの未来っていう曲が、うん、中島みゆきさんの、はい、あれ良かったね。あれはなんか後から評判が結構良くて、あれ良かった。そう、だからでもあれはまたちょっと雰囲気違うかなって思いながら、でもね、鴨本さんが歌うと統一しちゃうんだよあれね。一緒なのかね、あれ不思議と。あの鴨本さんっていろんな曲やってるんだよね、うん、実は。でも鴨本さん二郎さんみたいな感じかな、歌うと二郎さんみたいな、そう尾崎が二郎さんになるみたいな、そうなんだ芝さんの歌が二郎さんが歌うと二郎さんの歌、ね、二郎さんのオリジナルみたいな、ね、みたいなそういう感じがあるかもしれないね。なんかその、うん、カモンさんがどの曲歌ってもカモンさんになるみたいな、うん、あるじゃんね。そういうのはあるよね、不思議と。そうね、雰囲気がね。でもあれはね、守谷さんで歌った、うん、あの僕たちの未来っていう曲は、うん、気持ちよかった。あれよかった、いい歌あったね、あれね。あれいい曲なんだよね、うん、コンセプトに合ってたもんね。ね、合ってたし。そうそうそう。もうね、うん、熱い国の戦争よりも、うん、切れない肉に僕は腹を立ててるみたいな歌詞がさ、ね、なんかすごくその国、ね、メディア、そのテレビを見てる世界との温度差っていうのをすごく表してる歌詞だなと思ってさ、うん、
まあそんなことで選曲して、うん、多分あれって2回目なんですよ、うん、実は。あ、そう、歌ってんのって1回目は、うん、あの冷や祭りで出してもらった最初の時に多分、うん、歌ってんすよ。覚えてねえな。結構覚えてないでしょ。あの時はもう俺何歌ってたかも覚えてないぐらい緊張してたから。間違ったもんね。汗だくだったもんだってそう、じゃあ、あの頃に比べるとまだ成長したよね。そう、成長した。上からです、成長した。申し訳ないけど成長した、本当にね。だから曲に気持ちを込めて歌えるようになったから、うん、あの曲が、はいはい、そう、まあそのぐらいずっと俺も歌ってるから、うん、練習とかでは。だからね、あ、なんかすげえ、この間森屋で歌った時は気持ちよかったなと思って。だけどちょっとあの曲をループでやるには違うなと思ってたから。いや、いいんじゃないかな。マジで俺はあれ聞きたかった。ちょっとなんだろう、あのね、さっきも言ったけど、うん、カモンさんは何歌ってもあのね、いい意味でね、うん、俺はいい意味で言ってるんだけど、うんうん、例えばなんかさ、ちょっと大したことない歌とかあるじゃない、うん、ちょっと笑いの、ああ笑い、お笑いの曲狙ってネタ的な歌も、愛かみたいな、ネタ的な歌とか、うん、ちょっとそういうさアニメとか、え、そういうネタ的な歌も、うん、とか、ある、いや、カモンさんがね、あ、俺がね、あ、俺ネタ的なの歌もやるし、うん、真面目な歌もやるじゃない、やるやる。なんかね、両方並んでも、うん、遜色がないんだよね、いい意味で。それは、あ、積水ハウスみたいなのとかね、そうそうそう、いい意味でね、うん、で、だからね、俺は、うん、その逆に、うん、遜色がない分、うん、そういう歌も、うん、入れてった方が、うん、あのね、あ、なるほどね、それはそれで。悪い言い方をすると、うん、カモンさんの歌ってそのどうしても可愛くなっちゃうんだよ、どの歌でも。そう言われるんだよね。どの歌も良くも悪くも可愛くなっちゃうから、うん、その曲で真面目さを出すっていうのが、うん、もしかしたら一回出した方がいいかもしれないかなっていうのはちょっと思う。真面目さはあの曲にはすごくあったからね、うん、そのメッセージ性っていうのをすげえあったよね、あの曲は、ね、そのメッセージ性がその歌い方、うん、歌というか声とかでちょっと薄れちゃうんだよね、うん、可愛らしさみたいなのが前に出ちゃうから、うん、その逆に、うん、そう 強すぎるやつとかあるでしょ、うん、それを一個ボンと出すと、あ、なんかね、もっとライブが閉まるんじゃないかなってちょっと思った。なるほどね、うん、ずっと淡々といけるよね。そうそう、ちょっとそういうのをやるとなんかね、こうもっと他の曲も印象残ったりとかするんじゃないかな、うん、あ、こういう歌もやるんだなみたいな。俺さ、だからさ、思ったの、はあ、俺ってメジャーな曲聴いてないなと思ってそう、俺よりは聴いてんじゃないかな西野カナとか。聴いてないわかんないけどジガーズさんっていう、わかんねえ、これわかんない、多分ね。誰、俺が高校大学ぐらいにすげえ聴いてたバンドがいるんだよ、うん、でそれを一時期やった時もあったし、うんうん、あとはホフ・デュランは分かるか。ホフ・デュランは分かる。そうそう、ホフ・デュランの曲もね、うん、カバーしてやってた時も、あの1回だけやって石のステージの時にはホフ・デュランの曲やってるんだよね、うん、ホフ・デュラン似合いそうだね。ホフ・デュラン俺好きなんだよ似合いそうだね、あの気の高い声が、うん、いいなと。ね、うんうん、カバーしてやったもんね。いや、そう、そういうのもやってみようかな、うんうんうん、もう石のステージやろうか、25日やろう。僕の誕生日です。君町だから来らなくてもやると思う、うん、おー、いいんじゃないですか、それ全然、ね、集まれる人だけで、うんうん、いいよ、2、3人でもいいよ、うん、みんなでやろうぜっていう、うん、で、その間は、うん、こうね、ほら、いろんなさ、うん、アーティストの CD 持ってるからお近い、そういうのを間にかけといて、とか、ねね、もういいんじゃないですか、DJ スタイルで、うん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 、すげえ音楽流れてんなみたいなねまあ行こうね、そうそう、お持ち帰りマイクね、うん、だからそんなことをちょっと今度石のステージ9月25日に、うん、やろうと思うんで、うんうん、外でガンガン音出して歌ってみたいっていう人は、はいはい、1000円持って1000円持って河原に集まってください明日だから、明日はあれか、木曜日にちょっと使えるかどうか聞いてこようと思う、うんうん、いいんじゃないですか、それで ね、ちょっと何人か声かけようかな、まあその辺セブンノースとかいろいろ呼んでみて ね、いいんじゃない。俺良平君の連絡先知らないんだよね。嘘、君ちゃん言えばいいよね。ああ、まあだって回すよ、うん、うん、そしたら回してもらえばいいよね、まあまあ、分かりました。良平君は LINE とかやってないの？やってる。やってんの？返事遅いけどね。ああそうなの、うん、まあ仕事してるからね、大体ね、うん、みんながLINE やるような時間ね、うん、
まあ、まあまあまあ全然、まあ、うん、そういうのまあ回しながらね、ね、楽しくやったらいいんじゃないでしょうか。まあそんなわけで、はい、今日今日ね、メールも来てないしね。台風一家の話、台風一家の話、じゃあまるまる一家だからいいの。まあそう、ライブが終わったってっていうね、っていう話とかね。ははで、一応今度は、うん、ジョーカーの情報で9月の17日、うん、17日、ああ土曜日に、ああ、しよよフェス。ああ、はいはい。で、ジョーカー俺ね、仕事終わって間に合うかもっていうような返事したけど、うん、多分終わっていって、うん、2時半ぐらいには行けると思います。おー、早いだね。なぜなら、はあ、俺カレンダー見たら、うん、その翌週ずっと休みなんですよ、うん、23日まで休みになってる。何それ、シルバーウィーク。シルバーウィークを勝手にうちの会社の前の会社が作っちゃったの、見たら。へえ。だからでも俺その間に出勤はするから、うん、その時に残ってる仕事済ませばいいから。なるほど。仕事残していけるんで、ほうほうほう、シュアフェス遊び行くぜ。早ければ2時ぐらいには行けると思う。なんかバーベキューやんの、あれ終わった後。へえ、会場で。会場なのかな、よくわかんないけど、なんかバーベキューやってる、なんかあれ打ち上げみたいなのもよく毎回出てた気がするから。僕やるのかな。まあその日は夜7時かな、うん、レッツでライブです。お、確か対バン。対バン、近田新平さんっていうね、今あの全国ツアー回ってる人が、あのフランクリンズカフェでよくライブやってる方なんですけど。あ、そうだったかな。10、あ、17日だったかな。17日土曜日。土曜日か。16は金曜日。16だったかな。16は金曜日かな。まあそのあたりなんかちょっとあるんで、うん、ちょっと行けないかもしれないけど、はい、うん、まあそんな感じなんで。行けたら行こうよ。行けたらね、うん、まあちょっとまた確認します。でそしたらほら、君ちゃんの運転に行けば俺飲めるじゃん。なんだとここまで迎え来てもらっていい、俺の車で行って。でかいでかいわ、ちょっと自信ないわでかいのは。まあ、まあまあ暇だったら一緒に行きましょうよ、ぜひ。そうですね、シーアフェスね、うん、俺も行ったことないからさ。あれどうやって出れるんだろう、誰かに言うの。あれ多分どこに言うの、バンドじゃないと出らんないんですよね。あ、そう。じゃああれは確かはユニット絶対やだ。俺ベースやるよ。なんでベースなの。ベースとギターだけの組み合わせで。あ、俺ウッドベースやるよ。じゃあ、いやつやろ、うぜえな。ちょ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 、それ曲限られるよね、すごい。まあ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 、ね、いや、まあそんな感じのこともありながら、はい、ぜひあの、うん、9月の17、18は渋谷フェス開催の日なの で、ね、ぜひ17日にあのハードロックハウスのメンバーが総出演します、うん、エイキスとかこの間やったガライアとかね、うん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 、も出るので、でジョーカーももちろんね、山吹で出ますので、うんうん、ぜひね、あの皆さんも遊びに来ていただければと思います。うん、12時からだったかな、違うか、もっと早いか、ちょっと分かんねえな。うんうん、確か12時から5時ぐらいで終わっちゃうんだよね、うんうん、確かね。なんで割と早い時間で終わるよね。そうそうそう、割と早いテンポで終わってくるんで、うん、社長バンドも出るんですよ、ハードロックハウスも、はいはい、そうなので、よかったら皆さんもね、遊びに来てください、はい、あの観覧無料でございます、うん、はい。まあそんなわけで、はい、そんなわけで、今日はこれで終わりなんですが、はあ、あのほら、うん、いつも流してるよって言ったから、あ、じゃあ、ね、セブンノーツの話題に出た、そうそう、セブンノーツのレッツでやった時の映像ですけどね、はいはいはい、はいはい、マイメモリーズゴーバイ。先週も流したけどね。これでお別れしたいと思います。はい、今日はね、みんな多分台風で大変だったんでしょう。ね、なかなかチャットインできなかったんじゃないかなと思うんですけどね。あと情報ないの？近々は。近々。9月のそれくらい。まあちょっと詳細は決まってないんだけど、うん、9月の、どうですか、10日、うん、に、おう、アシカが、かな、アシカが 100H っていうイベントがあるんですけど、2回目かな、佐野なんだよな、そこ、ね、佐野なんだ、まあ隣アシカもね、100H っていうところで、はい、あの演奏する。また2時間ぐらい歌うの。そんなにはやらない、1時間ぐらいやるかもしれないけど。ああそうなの、スクエアみたいに2時間ぐらい。ヤマトケっていうね、うん、あの東京のにヤマトケっていうあの2人組がいるんですけど、はいはい、その方にちょっとあのお話いただいて、で、あのアシカガの方に遊びに行かせていただきますんで、はい、まあ詳細決まりしないは9月の10日は日曜日か、違う土曜日か、土曜日ですね、土曜日ですね、土曜日に、はい、
に出させていただきますんで、はい、まあちょっと詳細出たらばブログ等々で、はい、お送りしますんでよろしくお願いします、はい、チェックよろしくお願いします、はい、ではお別れはセブンノーツの、マイメモリーズゴーバイでお別れしたいと思います。それでは今夜も見ていただいてありがとうございました。この後も起きてる皆さんステイアヨロバイバイ。 ありがとうございます。